はい、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。ハンバーガー系 YouTuber のかっちゃんです。はい、ということで、まあ、ハンバーガーをこよなく愛しておりますかっちゃんなんですけれども、今日はロッテリアさんでまたひときわ目立ったハンバーガーが売ってましたので買ってきました。ロッテリア、ロッテリアデラックス。ロッテリアさんのがっつりメニューということで、幅がね、最大級で 11.5 センチあるらしいんですけど、今日はこちらを食べていきたいと思います。はい、じゃあ早速開けていきましょう。今回はロッテリアさんからがっつりメニューということで、ロッテリア史上最大級、幅 11.5 センチのロッテリアデラックスが発売されていました。チーズとオニオンフライが挟まったものも売られていました。バンズは酒種を使用し、手丸め製法でふんわりもっちり仕上げた直径約 11.5 センチのワイドバンズ。野菜もしっかりと食べれるよう、国産のレタス、トマト、スライスオニオンがたっぷりと入っています。パティは絶品チーズバーガーの絶品ハンバーグパティを約 1.5 倍の大きさにしたボリュームで肉厚なパティになっています。はい、じゃあ早速食べていきましょう。暑いから喉が渇くね。ペプシを買ってきました。乾杯。いただきます。うん、オーデラックス。野菜がかなりいっぱい入ってます。うん、バンズもね、手丸めバンズなんで、すごいもちもちふわふわしてて、野菜がね、予想以上にめちゃめちゃ入ってます。うん、パティもかなり大きいです。パティはほんとすごい柔らかい感じですね。こう野菜がね、すごいたくさん入ってるんで、このパティとよく合って食べやすいです。うん、ソースはなんかマヨネーズとケチャップなんで、シンプルな感じの味になってます。今日はなんかね、まあ鶏肉協会会長ですからね。骨付きチキンも買ってきました。ロッテリアのチキンはあんま食べることがないんだけど、ジューシーに上がってます。なんか和風醤油ベースな感じで、ロッテリアのチキン美味しいね。あれだね、みんなお盆だから帰省したり、おばあちゃん家行ったりして、美味しいもんね、もりもり食べて、みんなお盆満喫してくださいね。うん、やっぱデラックスっていうだけあって、結構サイズは大きいです。まあでも、あのマックの前食べたグランドなんちゃらかんちゃらってやつよりはちょっと小さめな感じがします。うん、ということで、サイダー級っていうだけあって、すごい食べ応えがあるんですけど、野菜がすごいたくさん入ってるので、すごい食べやすくて美味しいハンバーガーでした。ごちそうさまでした。はい、ということで、今日はロッテリアさんから新発売のロッテリアデラックスを食べてみた動画でした。サイズはやっぱ結構大きかったです。でも本当に野菜がすごい入ってるので、こう食べててもくどくなってこないような、すごい食べやすいハンバーガーでした。皆さんお盆だと思いますんでね、ちょっとお出かけする人、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。まあ、みんなでこうワイワイね、飲んだり食べて、良い時間をお過ごしください。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイロッテリア。ジョッキで飲む炭酸って最高だよね。